ただきます。うん、むつ、はい、あうまい、しっかり甘めで口が十分この主役のご飯の登場を、外豚、おお、すごいね、いい感じじゃないですか。あ、香りがいい。噛めば噛むほどこうでんぷんがこう甘みを、甘みどん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 出していくんだけど、はい、脳からの指令で早く飲み込めっていう早く飲み込んで次行けっていうことであんまり噛ませてくれないんですけどここ四日市の方にとって土鍋ってすごく日常的なもんなんもう萬幸焼きさんはあの本当に熱に強いので、うん、土鍋がやっぱりもう本当に全国的に有名ですし、うん、あのそれとかげさんの土鍋はあのものすごい時間が短くて炊けるんです。それはびっくりしました。熱伝導がいいんで、うん、あのほんと雑炊だとかもすごく早くできますし、やりやすいです、はい、失敗が少ないですね。美味しいです。ありがとうございます。果たしてどういう秘密があの土鍋に込められているんでしょうか。はい。すいません、お邪魔します。こんにちは。あ、どうも、はじめまして。こんにちは、はじめまして。あ、私、東京から来ました、松重と申します。花月六代目の藤井もたこと申します。今日はじゃあ土鍋のことよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。松重さんって今まで土鍋でご飯とか炊いたことありますか？ないです。一切ないです。だってこんなめんどくさいこと大変でもう素人は手を出しちゃいけないだろうって多分 85% ぐらいにしてそう思ってると思いますよ。そこはね、やっぱ今回これをきっかけにこんな簡単にできるんだったらって思ってほしいですよね、うん。間違いなくね。はい。ちなみにここは、はい。実験室なんですか？ここは料理教室を予定しています。あ、土鍋の知られざる使い方をお伝えしたく、今日は一人目のお客様です。あ、そうなんですね。光栄です。ありがとうございます。はい、でも早速中にはこれで何合分のお米が入ってるんですか？はい、こちら3合炊きのサイズに今分かりやすいようにあの1合の1合炊きの用のお米を入れました。これ別に器の大きさが3合サイズだから3合入れなきゃいけないっていうことじゃないんですね。はい、はい、ないです。こちら 0.5 合から3合まで炊いていただけまして、中にお水の目安線も入っていますので。あー、本当だ。はい、1合に対して約 200cc のお水を入れるんですが、うん、料亭の味を家庭用のガスコンロで食べていただきたいというところが私たち釜元の思いですので、うん、測るということもせず自分の好みに応じてもう入れてください、うん、はい、はい、でこちら二重蓋になってまして、うん、蓄熱性のためと吹きこぼれが絶対にしないです。もうあのここは内蓋のおかげでここは超えないですね、うん。さあ、火加減だ。中火で大丈夫です。鍋底をはみ出さない。あ、はい、はいはい、わーって火がね、底辺だけ当たる火で、うん、ぐらいですね、うん、これでもう終わりです。え、あともう何もいじることはない？はい、触らないでください。開けたいと思っても開けない。あ、開けるのいいんです。赤子がいても蓋取るなっていうなんかことわざがあるのは、あれはこの土鍋には通用しないんですか？通用しないです。へえ。蓋開けて熱が飛ぼうが問題ないです、うん、あのむしろお米がゆっくり甘みを閉じ込めてくれるので
一つ蓋開けちゃいけないところがありまして、うん、火を止めてからは絶対開けちゃダメなんです。ああ、そういうことなんだ。ちょっと開けてください。開けてみます。今の様子いかがかなっていう。今こんな感じで、もうあの沸騰寸前、いい感じで。ちょっと混ぜてみますか。うわうわ、もうなんか踊った、はい、踊った。もう蓋が開けれます。やった、はい。おお、炊き上がっております。炊き上がってますね。では混ぜていきます。はい、やっぱり10時に切ってっていうのは。あ、はい、やりますね。これは空気をですね、うん、混ぜてあげることでお米がふっくらします。では一口。あ、一口、じゃあ、はい、食べてみてください。見るからになんていうんですか、よくお米が立ってるっていろんなねえ、テレビで言ってるんですけど、まさにそういうことなんですよね。この粒感がやっぱりちゃんと際立ってるから、一粒一粒が潰れてないし。じゃあいただきます。はい、うん、本当にあの外側に何このなんかこう油じゃないんだけど、なんかこう旨味成分を閉じ込める何かの、外側の殻を感じるんですよね。それを噛んで破ると中からこうじわーっと、で噛めば噛むほど甘みが増してくるっていう。さっきかき混ぜたものがもうこの状態になってるっていうのがすごいミラクルですね。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。松重と申します。五代目でいらっしゃいます。はい。あ、そうです。どうも。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こう舐めるっていうか、はい、舌に当てて、うん、これで酸性っていうかね、あの要するに今のpHを。もともとこの辺りのその萬古焼きっていうもの自体が耐熱性は、はい、いや、それはそんなになかったですね。あ、そうなんですか。私のひじいさんの人が土屋さんやってたんですけど、普通に食器の土をやってました。ペタライトという土なんですけど、これアフリカから出るんですよね。アフリカ、そもそもこの土のヒントが、その3代目の時のスタッフがですね、こうロケットの NASA の文献を読んで、そのタイルに使われているものがこれにいいんじゃないかと、そういうことをやってたらしいですね。それで出来上がったのがこの耐熱素材、はい、そうですね。我々が使っているのはそのまま火にかけていただいても土鍋は割れることは絶対ないと。すごいですね。この今ですね、こう上下に分かれているところございますよね、はい、これが普通そう簡単には分からないといいますか、位置がね。奥さんはこれ慣れて見えるので勘になって、これが同じものがどんどんできてくるんですか。はい、そうなんです。特に奥様なんかね、もう仕上げのもう天才でございます。あ、そうですか。四日市ではもうこの方は第一人者になっております。今やそうですか、日本の宝ですね。はい、そうなんですね。取っ手付け、これも手作業だったんですね。まあ、接着剤、土の接着剤ですけど、それをつけて、この取っ手がもう私が手で作っておりますので。あ、そうなんですか。もう微妙に一個一個こう味があると思います。味がありますね。いい意味でも悪い意味でもですか。
この状態だとまだ全然土鍋としての完成形じゃないし、全くない、まだですね、素焼きという状態ですか。そうですね。この釜自体がすごい歴史を感じるんですけども、これもすごいですね。これ小学校か中学校の時もあったと思うんで50年ぐらいは経ってると思いますね。はあ、そうですか。すごい年季入ってるけども、うわ重いですねこれ、やっていただきます、ね、これを押していただいて、はい、うん、ちょっとこうまっすぐする感じで入れて、これで入ります。こういう感じで、これを締めていくんですか。はい、これでこれを締めていきます。はい、はあ、真ん中締めて、おそういう装置なんだ。こうなんです。でこれを今度はここへそのままこの時に指が当たってるところをできるだけ少なくしたいと。でこうしてこれを落ち着かしてですね。でこれを上げます。ムラが出ないようにしてから置かしていただくと。そうですね。これで一応あとは仕上げますけど。この工程は一人でやるんですか。ここは私がやってます。あ、そうですか。ここ一番要になってくる。要ですか。はい。あ、そうですか。じゃあ集中してじゃあやられてください。いやいいですね。はい。でこういうふうにこう。焼くときにですね、その棚板に当たる部分を薬を取らないとくっついちゃうんですね。あ、でこれで焼くことができるっていうことですね。あの擦れる音がちょっと寒くなるんで、あんまり好きなところじゃないんですよね。あ、サインつくって音がするじゃないですか。そうですか。ここもつるんとしてれば音しないのになって思ってた。そんなにしますか。時々ね、あのピーって言うじゃないですか、あの、はい、この蓋と鍋が、あの音がちょっとあんまり苦手なもんだった。理由があったんですね。はい、いつぐらいから五代目って意識したんですか。意識したのは、七代とやばいよなってこう周りから言われますよね。それが嫌で逃げてましたけどね、最初はね。逃げて。大学生の時にいろいろと考えて就職はしましたけど、違うところへ。でそういうわけで、はい、六代目は元子さんの、はい。これはどういうふうにちょっといらっしゃってください。ちょっとこちらに。ええ、この王位継承はどういういきさつで。ここね、ひしひしと後継者がいないんだろうなって感じると余計すごい負担に思い、あ、もう絶対継がないからみたいなことをアピールし続けていたんですけど、うん、やっぱり私が生まれてきてここまで大きくしていただいたのはこの家業なんですよね。新しく起業することはできるかもしれないんですけど、いろんなもので、うん、続けるとか、うん、紡いでいくことって私にしかできないなと。そうですね、うん、どうですか今の話お伺い伺って、5代目としては初めて話しました。まあ、ありがたいですね。まあ、その心をね、うん、紡いでね、伝えて繋いでくれるっていうのは、うん、まあ娘のねセンスといいますかね、そういうものが反映されていけばもっといいものができるんではないかなというのは今でもこう想像ができます ね。これは還元という焼き方の調合ですね。そういうものだとか、これ還元で書いてありますよね。そういうの還元、はい、意外と科学者ですね。もうそうです、まあ、化け学みたいな。化け学ですね。ありますね。化け学者ですね。こういうのにこれ番号で書いてある。もう英語じゃないですか。はい、もうこれ整理しないと次の代になかなかつながっていかないかなという。小さい頃、私ね、申し訳ないけどね、小さい頃家になかったんで、
ほとんど職場にいたので、日曜日はたまに見てますよ、もちろん。でも平日の姿はあまり見てないんです。まあそういうお父さんの背中見ても、後を継ぐっていうことになってるから、それはそれで家族の物語としては、申し訳ない。素敵なんじゃないですかね。うん。申し訳ない。どういう感じに映ってると思うんですか？家業っていうものが僕はないですし、子供には絶対に継がせたくないと、僕の職業はね、思ってやってたんですけども、なんだか残念なことに近い業界にいるんですよ。だから、ちょっと複雑な気持ちではいるんですけどね。孫にだけは絶対に近寄ってほしくないなと思ってますね。うん、初めて松重さんが一人で土鍋ご飯を炊いていただきたく、チャレンジする場を設けました。わかりました。はい、大体2本目の線になります。これで浸水に移ります。浸水。はい。なのでもう待ちですね。待ち。はい。はい。30分。30分。何しますか ?30 分。ダンス。いや、ちょっと、もう夜遅いんで、ガスコンロの上に乗せます。はい。わかりました。鍋底全体に当たるイメージで。まだ強い。もう少し強くて。もう強くて。はい。鍋底に当たらない。大丈夫です。はい。こちらで約9分待ちます。止めてください、はい、ここからもう10分ですね、はい、はい。じゃあオープンします。じゃーん、おー、炊けてますね。炊けてますね。おにぎりに、はい、握ってみたいと思います。まずですね、手をですねお水に浸していただいて、で次塩をですね一つまみくらい、はい、取りました。上から下にこう、あ、こう味が、はい、お米に味がつくように。これで左手、それで右手も、はい、右手もこれか、このぐらいですか、はい、はい、この境目をなくすイメージで、はい、周りをこうですね、はい、あともう三角に、三角に、はい、形作るだけです、はい、3回ぐらいだけで、3回でストップで、あ、もう、はい、こんなもん丸になっちゃったよこれで出来上がりです。できた、これで、はい、はい、すごい大きいおにぎり。これ大きいんだよね。いただきます。うん、いい音。うん、あ、いかがですか。おにぎりってさ、こんなうまいもんなんだね。うん、おいしいですよね。うまい。これもちなみに土鍋で、すべてこちらの土鍋で焼き芋から汁物まで全部作りました。これって、はい、何でも作れるんですか。何でも作れます。さつまいもっていうのはちょっと想像できなかったんだけど、これどうやって作るんです。さつまいもの形のまま、うん、まあ、半分に切りまして、うん、土鍋に入れてこのまま火にかけます。何もくりみません。直火で。直火で。いただきます。あ、お米と一緒です。うま。熱いかもしれない。この溶けたバターがまたたまらないよ。うわ。うまい。こんなこう素晴らしいご飯ができる土鍋をなおかつリニューアルし続けてるっていう。今後の花月さんというのは、まず5代目どういうふうに、展開していこうと思われているんですか。こういうご飯鍋ですね、これは本当に日本のこの文化の象徴であるお米をですね一番おいしく提供できるものですので、うん、この日本の文化そのものなんですね、うん、それをですねまず日本に発信して、それを元に世界に発信していきたいというのは私の今思っているところです。そうですね。ということで6代目は、もう元は和文化を伝えていきたいというのは根底にありまして、うん、その上で牡蠣で培ったレシピがたくさんあるんですよ。カビですね、レシピというのは釉薬のレシピなんですけども、うん、
それをもとに私なりの新たな色を出して必ず5代目を超えたいなって思ってます。お、超えたい。超えたい。どうですか、5代目抜かれる気がします？なかなか難しいと思いますけど、頑張っていただきたいなと。何度も言いますけど、こんな美味しいご飯をこんな簡単に食べられると思ってなかったこの日本人のこの不勉強をね、恥じます。土鍋っていうね、本当に見たことない人なんていないと思うんですけども、こういうものからこんなに美味しいものが、美味しい主食が出てくるとは思いませんでしたし、こういう機会を与えてくださいまして、どうもありがとうございました。今日は本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。こちらこそ頑張ります。頑張ってください。炊くっていうことが、その電気を通すとちょっとわからないものになってくるんですけども、鍋にお米と水入れてそれで火を起こせばいいっていう単純な、それはもう本当に太古の昔から日本人がずっと営んできたことなんでしょうけども、それで改めて美味しいものができるんだぞ、そんなに難しくないんだぞ、その一番のキーポイントは難しくないってことだと思うんで、ぜひこれをいろんな人に挑戦してみてほしい。そんな難しいことで、決してもう今やってることよりも簡単なことをやっていただきたいって、その思いが今一番強いですね。だからいろんなことに、挑戦するっていう気持ちはいつまでも忘れないようにしたいなと思います。